なんかやばい世界になってるね。いいね、いいね。はい、こんにちは、のぶ太郎です。今日も聖剣伝説シークレットオブマナー続きの方やっていきたいと思います。前回ね、ボスのファウナッハ、エロいお姉さんにやられて、まあしばらくちょっと勝てないなということでレベル上げをしようということだったんですけど、まあどうせなら行ったことないとこ行ってみようかなと。亀の甲羅と、あとなんか灯台塔みたいのがどっかにあったよね。まあそこでモンスターが出てくるのかそもそも知んないんだけど、ちょっと探索がてらね行って、まあ雑魚敵なんかいたらそこでレベル上げしていこうかなと。いないね、これはこれはいないとこだね。なんかアイテムもらえればそれはそれでいいよ。最強の武器あんたたちどっから来たの？これなんかマタンゴ王国にもあったよな、あの像みたいな見覚えがあります。お長老の家でしょ。あけ？ただのあれかな、ただ人が住んでるところかな。昔の豊かな生活も忘れられないけど、命の方がずっと大事。豊かな生活をしてたのかな。私はバンドール国の王族だ。おー、王族なんだ。皇帝が人が変わったようにバンドールってどこだっけ、戦ってるとこだっけ。私たちはこの島に逃げてきたんだよ。ここならまず安心だ帝国の難民ってことかな、この島に住んでるのは。雑魚敵出てこないかな。雑魚敵そこそこ強い。それかアイテム売っててもいいな、今金あるし。あ、これはこんな小さな島じゃ商売にならないよ。どこかおい、ちょっとなんか強い武器売ってくれよ。強い武器この島で取れるものなんて、ないの。雨暮らしの尻尾ぐらいしかない。雨暮らしの尻尾、こんなのが欲しいの。どうせ捨てるんだ、くれてやるよ。くれくれ。あとあと使うアイテムかな、これ。隠すといけないからしまっておく。大事なものっぽいな、雨降らしの尻尾。あとあと使うんだろうな。あとあと亀の甲羅島に取りに来てみたいな。まあでもね、これもうフラミで行ける場所なんでね、これ探索してもいいでしょ別に。じゃあ順番間違えた、臭いけど。順番をどうも間違えてしまった、臭いけどね。雨降らしの尻尾、あとあと使うキーアイテムなんでしょうね。ここは世界の動きとはあんまり関係ないから。なるほどな。とっても平長老この島は巨大な。本当に亀の甲羅なんだ。どうなってんだろう。あ、これ動き出すんじゃない、この島。最終的になんかそんな気がします。狭い島だね。これでもう終わりかな。あー、やばい、終わっちゃった。敵出てこない、敵が出てこない。愛があれば年齢なんて関係ないのに、大人たちは分かってくれない重いよお前ら。二人で駆け落ちしてきたんだ。私たち結婚してるの。あ、他の島から来たのこれ。重い子供たちだね。他の島から駆け落ちしてきたんならすごい。ただここら辺の家から駆け落ちしてきたんなら、まあ可愛い。それこそ子供だなと。敵はいなかったし、どうせ後から来るところだったっぽいね。ここは失敗です。あとは灯台行ってみようか。あ、灯台ぐらいしかないよな、行くとこ。行ったよな。あとこことか降りれないよな。なんか絶対、あ、降りれる。降りれないよなこれ。絶対なんかあれ、あれ灯台だな。あと多分ここぐらいなんだよな。もしかしたらあるのかもしんないけど、ちょっとわかんねえや。これダンジョンでしょ、これはダンジョンでしょ絶対。だよな、だよな、戦えるよな。よし、じゃあここでちょっとレベル上げていこうぜ。戦っていこう。ボスだけがいるとか勘弁してくれよ。絶対勝てないから、それは勝てないと思うから。あ、これ出てこないな。長い長い階段を登るだけみたいなミッションなんじゃない。もしかしたらこれはね、やばいね。てっぺんにボスがいるか、てっぺんに宝箱だけがあるかパターンか、もしくは人が一人だけいてなんかの話を聞くパターン。これも後から来るところっぽいね。まあそりゃそうだよな。あ、人が一人パターンな。わしは東大森のピカール。海が荒れて
船も通らなくなったけど、こうして海を見続けている。この島の北東に巨大なサンゴ礁があるが、実はそこには今そこで戦ってるんだ、実は沈んでしまった大陸があるの。実はそうなんだ。マナの神殿というのは、実はあの大陸を浮上させるスイッチになっているのだ。古代の文明の力はすごいな。すごいな。きっと大陸の下にはもっともっとすごいものがあるに違いないぞ。おいな、大陸の下ってなんだ。わしは東大森のこの島の北東に巨大なサンゴ礁があるが、実はさっきのがまた違う話かな。に沈んでマナの神殿というのは、実はあの大陸を浮上させるスイッチに。古代の文明の力はすごいな。きっと大陸の下には。はあ、これはまたなんか違う話ですね。それいなかったな敵。じゃあちょっと1レベル2レベルぐらい上げてボス戦挑みましょうか。はい、ラミアンナーがねちょっと戦えそうなんで、このまんまね途中からですけどやっていきたいと思います。いけるかな。一応ねレベル2上げてきたから、いけないことはねえと思うんだけどね。まあ、ファイヤーボールを連続させて、プリムはちょっと待って、これもしかしてさ、ムーンセーバーって効かないかな。なんでちっちゃくなんだよ、なんでちっちゃくなんだよ。やめてくれやめてくれ。ちょっと待って、ムーン、あー違う違う、ムーンセーバーをノブ太郎にかける。でプリムに魔法のあれで、ポイポイはファイヤー。忙しいぞ忙しいぞ。これどうだ、効いてんのか。これかける魔法をムーンセーバーどうかな、いけてるかな、不安です。いやこれあれだな、ムーンセーバーダメだ。あのさっきレベル上げ中に気づいたんだけど、このなんかゾンビっぽいやつにムーンセーバーをかけるとダメージ食っちゃうのよってことだな、これは。これはそういうことだな。いやー死んじゃうわ。なるほどな、ちょムーンセーバー気をつけよう。で、幾分火力が高えからさ、ノブ太郎の死んじゃうんだ。なるほどなるほど、さっき死にまくった意味がちょっと分かってきたわ。まだ効いてんのか、ムーンセーバー。ムーンセーバーいいな、溶けたな。ちっちゃくすんのはやめろ、ちっちゃくすんのは。プリプリソー使う、こっちはこうする。いや違うな、ちょっと違うな。ちびっこにらみか、それがうざいんだな。そろそろ行こう。もうちょっと貯めてえな、700ぐらい食らわせてえな、さっきみたいに700食らわせてえな。あーちびっこにらみはやめといてくれ。あーそろそろ行くか、もったいねえな。4ぐらいで行くか、いや5で行くか、5で行け。なんでそんな、あーちびっこにされちゃった。多分攻撃力は減るなこれ。あーでも前回よりはまだ戦えてるね。前回よりはまだ全然戦えてる。速攻まで悪くない。普通にやれそう。あーちびっこ来た。よし、ちびっこ来んのか、来たな。ステータス回復、ちびっこにやみは避けたいんだが、誰に来る？
ぽいぽいか。無力。そう、なるべくガンガン攻撃した方がいいな、これ。リフレッシュ。ちょっとヘイトをぽいぽいたちに集めさせて、こっちに来ないようにして、ちょレベル6ぐらいまで貯めてえな。700ぐらい食らわして、ちょっと見していいか、殴っていいか、終わらせていいか、こいつ終わらせんぞマジで。レベル6いくぞ。あ、全然食らってねえ。なんだ、どういうことだどういうことだ、どういうことだ。なんか全体攻撃みたいになった。レベル5ぐらいがいいのか。レベル5ぐらいが全ちっちゃくなってんじゃねえよ。全ちっちゃいないだろ。リフレッシュ。レベル5ぐらい殴ってみようか。レベル5か4。無力。どこまでいける、どこまでいける。3、4でいこうか。4で、いや5でいこう。いくぞ。無力。あー、これも全体か。食らわないな全然。さっきのムーンセーバーをかけない限りはなんとかいけるってことが分かってきたね。ムーンセーバーがマジで邪魔してた。あー来た、やばい、俺に来るか。ちょっと俺に来たな。ちょっとうぜえなそれ、ちびっこにらみ。なんとかしてくんねえか。これ俺にヘイト集まってんな。俺だよなそれ。いや違うな。オッケー、いったこれよ、これナブルンナーガパウナッハ、名前を忘れちゃった。こういうことなのよ。無知のパワーがアップ。そんなバカな。残念だったな、ファウナーさん。こっちは修行してきたんだよ。お前に敗れたあの日から戦ってきたんだ、こっちは。レベルをガンガンに上げてきたんだ。ずるいと言われようが、やってきた。とレベルあれだから、他の弱い武器のレベル上げていこうかな。槍はもうちょい上げたい。これさ、多分知性と精神って多分魔法に関わってくるよね。弓矢をちょっと今更だからちょっと使わせようかなと思って。強い敵がいなければね。ボス連戦だったらちょっと辛い。どこが開く？ゲシュタール生きていたのか。ゲシュタールってまさかのマシンラウシン。もうマジかよ、またお前かよそれはゲシュタールである。ゲシュタールではゾンビ的な。私の古代魔法。そんな感じだよな。魔法機械生物。哀れな戦う人形さ。哀れな戦う人形さ。かわいそうにゲシュタール。俺はゲシュタールを救いたい。そしてゲシュタールを救うためには、それなんで四天王連戦なんだよ。勘弁してくれよ、さすがに。四天王を救うためにはMP も足んねえしよ。これゾンビってことはやっぱりムーンセーバーダメだよな。一旦行くか、一旦ちょっとムーンセーバー試してみるか。どうしようかな。ノブ太郎にだけね。ノブ太郎にだけムーンセーバーぶっかけて殴るぞ。いや、いけるか、いける。ゾンビでもいける。いけてる、いけてる。よーしよし、行こうぜ。これ行こう。おい、マシンライダーちょっとあれだな。これ、溜めすぎたら攻撃当たんねえな。適度なとこで殴っていく。適度なとこで殴っていこう。こんかな ?3 ぐらいで当ててみようか。あ、結構食らったね。いいね。300ぐらい食らわなかった。3ぐらい行こうか、3ぐらい。3ぐらい目安に行こうか。お、やばい。あ、やばくなかった。全然弱かった。あー、ちょ、溜まっちゃったな。6溜まっちゃった。食らうねー。下手したらボコボコ食らいそうだね。あ、こいつはそこまで強くないな。それとも俺たちが強くなりすぎてしまったのか。お前ら行け。
お前ら俺のことはいいから早く行ってくれ。早く行ってくれ。247か、まあ、悪くはない。拡散波動砲めっちゃ強そうなの、めっちゃ強そうなエフェクトしてるの。こっちへ向かい撃つか。お前来いよ拡散、そんなずっこい攻撃してんじゃねえよ。来いよこっちに。あー今来んじゃねえよ、今来んじゃねえよ。かましてやるよ。どうしようかな。ムンセーバー帰っとくか。ムンセーバーでいいだろう。ついでについでに回復して一人あげるか。多分大丈夫だけどな、これいけるけど全然余裕。よし、マシンガイダーこれ何回目だ。3、4回目じゃねえか。そういえば、そういえば3、4回俺戦った記憶あるぞこいつと。200か、あるか。こあーそっちが拡散、拡散か。4レベル4あたりを当てたいな、できれば。おっときた、3ぐらいいっとくか。 OK500、 クリティカルやばい、クリティカルやばいな。500ってこいつ HP 高いな。てかさ、ノブ太郎の HP 高くね。気づき、おおお倒した。ポイポイが倒してくれた。プリムンか。マシンライダー33回目だ。気づけばみんな HP がやばいことになってんね。マシンライダーの HP2 点ぐらいあったような気がする。いや3、4戦あったような気がする。強い敵だったね、なかなか強い敵だった。いよいよ要塞が始動する。古代大陸が沈んでしまうよ。大陸が沈む、要塞が生まれる、どういうことだったかな、どういうことだったかな。おい、そういえばジェイマーはまた何も、ジェイマーがまた何もしてない。あいつでも精霊かなんかでしょ多分、俺の予想。なんかやばい世界になってるね。いいねいいね。あ、これちょっとスーファミ版と見比べたいね。マナの神殿、え、これどうすればいいの。え、なんかすごいことになってる。なんだこれ、やばい。マナの神殿がどこにあるかわかんない。どこにあるかわかんない。ちょっとマナの神殿とりあえず降りるぞ。やばいやばい、全体で見れない、俯瞰で見れない、俯瞰で見れなくなっちゃった。一旦マナの神殿降りよう。世界がどうなったのかジェマに話を聞こう。無事か。我々もなんとか脱出することができた。お前は逃げただけだな。とうとう相変わらずマナの要塞の復活を止めることができなかった。聖剣もまだこれ聖剣の精霊なんじゃないの、ジェマって。マナの神獣が現れるだろう。要塞の火力と神獣がぶつかればマナの神獣、世界はまた滅びる。フラミーが大活躍するんじゃないか。化け物対化け物だが、諦めるのはまだ早いかもしれん。かつて賢者ジャッハ様から会ったことあるよ、ジャッハ。世界の外れにマナの聖地、マナの聖地と呼ばれる禁断の地がある。あの火山じゃないか、もしかして。違うか。普段は厚い雲に覆われ、あー見えないとこ、空からでも入ることはできん。しかし今は違う、今は違う。要塞の動力はマナエネルギーだ。マナの要塞が残り少ないマナの力を奪い続けている。ほう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 。マナによって守られている聖地を覆う雲も少なくなっているのではないだろうか。いつもは雲に覆われて見えないけど今は入れるかな。マナの寿司はマナの木の一部、種子と共鳴することにより力を回復してきた聖剣だ。マナの種子はマナの木の一部。マナの木そのものと共鳴させれば完全に蘇ることも可能な。最後の種子ってことですね、これが。じゃあまだ希望はあるんですね。僕ら聖地に行ってみます。まだ誰も踏み入れたことのない禁断の、ラストダンジョン、いやラストダンジョンではないな、まだまだ。気をつけていけ。そんな感じでもないが、まだ誰も踏み入れたことのない、お前もついていってくれよ。なんでみんないるんだ。レジスタンスか。タナトスたちが皇帝を裏切るとか。タナトスは一体何者だ。そうだね、皇帝死んだんだね。そういえばかわいそうに。神殿の中でも仲間が待ってるよ。え、中にいるのみんな。
か武器強くしたいし、アイテム買いたいし、そうあのセーブしたいしみたいな感じなんだけど、みんないるの？お前かよ。にゃんと。お前か。ふにゃるとやはりここらでしっかり装備を整えるしか。ぼったくりだな。まあでもここで買うこともやぶさかではない。やつがか金15万ってば、おお、なんだなんだなんだこいつ。おい、ちょっと待って、ここでしか売ってないのか、これぼったくられてんじゃないのか、俺怖い。ニキータが怖い、俺は。おい、しょうがねえ、戻んのめんどくせえし、金も腐るほどあるし、ここでちょっと買っていこう。これちょっとアイテム4個だったらちょっと無理だったな。もうちょっとレベル上げないと。レベル上げってちょっとずるい気がするのよね、俺。レベル上げをするのか、アイテムのあれを増やすのか、まあ選んだ結果、アイテムを増やすことを選んだ。それ、ごめん、樽を買っていいか。なんかさ、宝箱あるじゃん。宝箱が、たまに歩く宝箱あるじゃん。あれなんかさ、全員が石化したり、樽に入ってたら、なんかその秘密がわかるみたいなの聞いたのよ。ちょっと今度試そうぜ、宝箱を、歩く宝箱を見つけたら。これ多分倍なんだよな。他のところで買ったら多分半額で買えるんだよな。いっちゃうか。いや、ここあえて安いやつから買うか。倍になってるからな。もしかしたら他のところで買えるかもしれないし。これ2個、これ1個。いや、ちょっと待って、じゃあ2個買って1個買う。もう1個いけるか。オッケー、これでどうだ。装備しようよ、装備。武器はどうだ。武器ちょっと弱いやつに変えようぜ。なんか上げていこう。信太郎は？信太郎フリスビー。これちょっと槍もうちょっと上げたいな。いざという時にね。でプリムを弓矢。魔法どんな感じだ今？ウンディーネ最高レベル。今ルナとドリアードをガンガン上げていきたい感じだもん。ルナだいぶ上がったね。あれが便利だもんな、あの HP 吸い取るやつ。あ、サラマンダー最高レベルになってるね。いざという時のために上げたかったんだよ。次ノームあたり上げていくか。なんかこれ集中して上げた方がいいような気がする。今までバランスよくやってきたけど。で、装備をしようか。で売ってなんか、ちょっと売ってなんか買いますか。なあ、売ってなんか買おうぜ。え、どうなのこのドラゴンのやつ。はあ、あ、そうか、ダックヘルメットかぶれねえのか。あー、ドラゴンの方が弱いと。じゃあ、あとはガントレットか。ガントレットガントレットガントレット。いいね、強くなるね。にゃんと。お前セーブしてくんねえの今日は。やはりここら。ちょ、売ろうぜ。ちょっと防具いっぱいあるもんな。あ、レアドガントレットとか拾ったもんな。そういう宝箱からモンスターレアドロップしたね。これなんか変えるか。もうちょっと変えそうだな。オッケーオッケー。6万か。スーツ買うか。金多分さ、俺思うんだけどすぐ貯まるよな。これ買っとくか。プロテクター1個。他にご用、またで、まあ、ほとんど金なくなっちゃったけど、
まあ、プリムです。防御101って。だいぶ違うな、多分。4分の1上がった。おーラララ海よサンドシップ。ああ、皇帝の船な、あの帝国の船かな。あの兵士はメレリア帝国の船で脱出したよ。不思議と海が砂漠のね。船が出せたんだ。モリエールも心を入れ替えて。貴族のやつかなあいつ。偉いやつかな。これなんかでなんかラスト臭くねえか。にゃんと。気のせいか。ふにゃる。またお。セーブできないんならさ、どうせどっかに戻んなくちゃいけなかったんだよね。でもなんかこっから移動できなさそうな感じもしない？ちょっとちょっとそんな気もするんですよね。ああいけないんだこれ。下壊れちゃってる。じゃあちょっと中入って、レジスタンスのボスとかいるでしょ、あの可愛い女の子ババア。あこれあれか。部下の裏切りによって死んでしまうとは、なんと因果なこと。もう喋るの遅いな。飛ばすぞ俺。あ、ルナ様がいる。でも最後じゃないか、本当に。意味がないよ。これ最後じゃないか、本当に。ルナ様じゃない、パメラだった。私、あなたにひどいことをしてしまって。いいよ。あいつと戦うんだろう、これ、ディラックと。そろそろ。いいの。タナトスの前に。ここをコントロールされてたんだもの。仕方ないよ。そんなことより無知で殴ってごめんな、パメラ。私メンヘラなんだ。プリム幸せそうなあなたが目覚ましかったのかもしれない。女の嫉妬とは怖い。心のどこかに隙があったから、タナトス。こっちも嫉妬のせいで無知で殴ってしまった。私を許して。いいよパメラ。さあこっちを向いてよ。私たち友達でしょ。あと一発ずつ殴り合って仲直りしようぜ、パメラ。ありがとう。ディラックを取り戻せるよう祈ってるわ。祈っててくれ。あれもう話せない。あー話せた。これあれかな、至る所にいんのかな。一箇所にまとまってくれよ。並んでくれ全員。全員50人ぐらい全員並んでくれ。連続して話しかけられるように。これ触ったか。ダメだ。あ、だから共鳴しないんだ。あれここ道なかったか。なんかちょっと中身が変わってしまったのかもしれない。あ、でもこれ右側行けないとかよ、こっちだよな。え、これセーブできねえのかよ。セーブできねえんだったらさ、無駄じゃん。いっぱい買ったのに、高い金だし。まだ誰も踏み入れた。結局どこにあんだよ、どこに。多分火山じゃないか、火山。聖剣の力はまだ不完全だが、マナの木そのものを共鳴させることで完全に蘇るのかもしれない。信太郎たちはマナの木を求めて世界の外れにあるというマナの聖地。これ左上怪しいでしょ、あれ。左上クソ怪しいでしょ。あ、こう降りれ、今まで降りれなかったの。だどこがマナの聖地か教えろって。ということでね、右下の方から行ってみようかな。ちょっと待ってな。どうしようかな。もうちょいやるか終わろう。セーブどうせできねえからな。やるしかないよな。よし、もうちょっと行こう。じゃあ、フラミー呼んで。それね、お前の顔もあと何回見れるんだろうな。あと3、4回。